はい、ではまた作業を進めていくんですけども、まあ、今回もね説明書の順番通りでいくと、シートをつけたりロールバーつけたり、あと下回り、このドライブシャフトとかマフラーをつけたりっていう感じになるんで、その辺の作業をやっていこうと思います。でロールバーとかもこんな感じでバラバラの状態なんですよね、結構複雑な、これ何点式って言ったらいいのかなっていうぐらい、結構複雑なロールバーなんですけども、全部こんなバラバラの状態で入ってます。で僕いつもそうなんですけど、ロールバーね組んだ状態で塗装した方がいいんじゃないか、いいと思うんですよね。あの組んだ状態で、いや組む前の状態で塗装して、でそっから接着してってやると、どうしても接着跡が汚くなっちゃったりっていうのがあるんで、僕は基本的にいつもロールバーは、もう組んだ状態で、塗装しちゃうので、まあ、この後、一回ボディに仮合わせして、シャーシに仮合わせして、全部接着してしまって、でそっからもうまとめて一気に塗ってしまうっていう感じでやろっかなと思ってます。はい、なので、そんな感じでね全部のパーツ塗装進めていきます。はい、そしたら塗装終わって、こんな感じになりました。ロールバーは一応塗装指定はねシルバーなんですよね。でシャーシと同じシルバーで塗装しました。で、シルバー一色で塗装って指定になってたんですけど、ここはねこれ明らかこれ工具なんですよね。多分ロールバーに固定してあるんだと思うんですけど、これは明らか工具なので、ここはねちょっと、別の色にした方が雰囲気出るかなと思って、ちょっと実物の色がね何色なんかよく分かんなかったんですけど、雰囲気出るかなっていうので塗装しました。であとここの部分、これ実物が何なのかなっていうのがちょっと分かんないんですけど、ここも一応ね塗装塗り分けしておきました。こんな感じ。あとはシルバーですね。はい、こんな感じで、シートの方も説明書だとフラットオーシャングレーって書いてあって、イタレリの塗料の番号が書いてあるんですけど、そんな色手に入らないので、写真とかで調べてそれっぽい色で塗りました。こんな感じ。あのガイアのニュートラルグレーに、ガイアのニュートラルグレーにサンドベージュだったかな、クリオスのサンドベージュを足してちょっとベージュ味があるグレーみたいな感じの色にして、で表側はガイアのフラットクリアプレミアムを吹きました。で裏側は、キットに付属のカーボンデカール、カーボンケブラのデカールを貼って、その上からセミグロスクリアプレミアムを吹きました。こっちはちょっと半光沢で、こっちは艶消しっていう感じにしてます。はい、まあちょっとしたことなんですけどね、そんな感じにして、でこのベルトホールの周りはもう筆塗りで塗り分けをしました。はい、であとドライブシャフト、ドライブシャフトは一応説明書の指示通りに、ガンメタで艶消し黒で、ここはグレーっていう感じの色に塗ってあります。でこれもガンメタですね。マフラーもガムタって感じで塗ってるので、これよく見立てていきましょう。 あとねこのフロントのスタビライザー、フロントのスタビライザーは、こんな感じで、説明書だとシルバー一色っていう指定になってるんですけど、ここのステーの部分とマウントの部分が、スタビライザーマウントの部分とスタビライザー本体でちょっと色を変えました。スタビライザーのマウントの部分はフラットアルミにしてみました。はい、でちょっとまあ雰囲気出るかなっていう感じですね。はい、こんな感じにしたので、これらを全部取り付けていきましょう。で、シートのねデカールを貼るときに気づいたんですけど、このキットの説明書結構表記揺れって言ったらいいのかな、まあドライバー
ゼッケンが2種類から選べるんですよ。1番と7番と2種類から選べて、ね、説明書のシートのデカール指示を見るとオリオールで書いてるんですよね。ディディエオリオールの名前で書いてあるんですけど、ボディの外側のデカールの貼り付け指示を見るとそっちはもう1台の方の番号で書いてあるんですよ。なんでね、その辺ちょっと僕もんってなったんで気をつけましょう。ディディエオリオールは7号車です。はい、あの箱絵とかは1号車の方で1号車になってるんですけども、ディディエオリオールは7号車に乗ってて、でこれ90年のモンテカルロ仕様なんですけど、90年のモンテカルロを買ったのはオリオールなんですよね。なので、ウィナー仕様で作ろうと思ったら、まあ、シートのデカールもこのオリオールって書いてある方を使ってあげて、でボディの外側のデカールも、7号車の方のデカールを使う必要があるので、その辺ちょっと気をつけた方がいいですね。はい、のっていうのが注意点ですね。なのでそれだけ理解したらここにシートを固定。なんで運転席の方にオリオールのデカールを貼ったシート、これシート自体は左右一緒のものなんでどっちにでもついちゃうんですけど、こっちにオリオールで、こっちにコードライバーの、これなんて読むんだろう、オセッリって読むのかなの、シートをつけてあげる。まあボディつけちゃうとねそんなに見える場所ではないんですけど、でもやっぱり覗き込むとちらっと見える部分ではあるので、間違えてるとねちょっと恥ずかしい。でシートをつけてあげる、こんな感じで。まあこの時点でシートベルトをつけちゃってもいいんですけど、まあちょっとね説明書の方だとだいぶ後になるんですよね。っていうのは、まあこの後裏側のね、こうサスペンション周りの作業をどんどんやっていくって形になるんで、多分こう裏返したりとか表返したりとかしてるとシートベルトがプラプラするからっていうのもあると思うんですけど、説明書だとシートベルトの取り付けはかなり後っていう感じになってます。まあ多分そんなにロールバーとかついても大変ではないと思うんで、後にしましょうかね。はい、ちょっとシートベルト時間かかると思うんでね、2座席分あるんで時間かかると思うんで、また後ほどやります。はい、でシートが2つついたら、ロールバーを取り付けるんですけど、このロールバー、最初言ったように、僕は組んだ状態で塗装をしちゃったので、つけるときはね、パーツをかわしながら取り付けていくっていう感じになるので、まあ、パーツ折ったりしないようにね気をつけながらやりましょう。よいしょ、2セット1セット、よいしょ、よいしょ、まあ、結構ね合いはいいので、こう入れてあげるとね、だいたい全部がねバチンってその定位置に決まってくれます。で、あとは接着、こういう感じね、こういう感じでロールバーがくっつきます。でこれをねつけちゃうとこの辺の配線の作業っていうのが非常に大変になるんで、この辺ね先に、軽くディテールアップしてあります。こんな感じで、多分これがバッテリーボックスという前提でバッテリーボックスの中から1本引いてるのと、あとこの消火器に、消火器のコントロール用の配線がいってるだろうっていうので3本出して、で、このバッテリーから来たやつはここのキルスイッチの片方に入って、でもう片方から出て前の前に ECU とかがあると思うんで、そっちの方に配線が伸びるっていう感じで、ここの配線まとめて、熱収縮チューブでひとまとめにしてるって感じで、こっちは、このダッシュボードの裏側から、多分後ろ側のね、配線、テールランプだったりとか燃料ポンプだったりとか、その辺の配線をまとめてるであろう配線をこんな感じではわしてあります。
はい、この辺はもう割と妄想に近い感じにはなるんですけども、あるとまあ雰囲気出るかなと思ったんで、こんな感じで配線はわしてます。はい、であと、このサイドブレーキの根元の、僕がマスターシリンダーって言ってたところね、油圧サイドのマスターシリンダーになってる部分、この部分は、フロント側からアルミパイプをフロアの形に合わせて曲げながら引っ張ってきて、で後ろ、ここのフロアに貫通してるっていう感じにしてます。まあ、実写がこのままかどうか分かんないんですけど、多分こんな感じだろうっていうので、こういう感じの取り回しにしてあります。はい、こんな感じ。じゃあこれでロールバーもついたんで、次腹下に行くんですけど、腹下の方がまずは、このスタビライザー、スタビライザーをここにセット、ここの角度が緩くなってる方、ここの角度が緩くなってる方が、車体の右側に来るようにですね、だからここマフラーとかを逃がすためにこういう形になってるんで、してあげたらここを接着、これスタビライザーを接着してあげたら、ここにこのまま置くと塗装が剥げる。よいしょ、何がパチンって言ったよいしょ。で、次にこのプロペラシャフト、プロペラシャフトがここにくっつくと、とこここういう形でプロペラシャフトがつきます。でその横に、このマフラーですね、マフラーがくっつくと、このマフラーとかもねかなり愛がきついので、ちゃんとね位置の確認しながら埋めていきましょう。こうしてこうしてこうで、マフラーとかはね、キットの指示だと、まあ、フラット、メタルフラットスチールっていう指定なんで、まあ、基本的にはガンメタでいいと思うんですけど、まあ、ここもちょっとね、いろいろお好みで工夫してあげて、ちょっと焼け塗装みたいなのをしてあげたりとかしてもいいのかなとは思います。よいしょ。こういう感じ。で、くっつきます。したら今とりあえずね塗装できてるもんがねこれで全部なんですよね。なんで一応今回の作業これで終わりになっちゃうんだけど、どうしよう、時間短いかな、まあいいか、うん、こんな感じになります。ちなみにねここまでできるとエンジン詰めるんですよ。もうイタリアによくあるんですけど、エンジンマウントがなくてこのマフラーとかで、エンジンを固定するっていうパターンが多くて、今回もねまさにその通りで、このプロペラシャフトとこのマフラー、プロペラシャフトとマフラーでエンジンの位置を決めるっていう形になるんですよ。なんで今回のこの時点でもうエンジン乗せれるんですけど、ちょっとまだ後にしましょうかね。エンジン乗せると同時に結構やらないといけないこといっぱいあるんで、それはそれでもう一本の動画にしようと思いますんで、とりあえず今回はねこれで終わりにしようと思います。こんな感じ。はい、でちょっと邪魔になるからスペアタイヤは積んでおく。スペアタイヤはね微妙にここに当たるんですよね、ロールバーの。なんでロールバーつけるときはねスペアタイヤ外してた方がつけやすいので、こんな感じ。はい、まあもうこの時点でねスペアタイヤもう接着しちゃってもいいかなとも思うんですけど、まあ、まあちょっと後で考えます。はい、こんな感じ。そしたらとりあえず今回はここでここまでで作業を終了にして、これでね15まで作業が進みました。15まで作業が進んだんで、次の号から次からは、リアのサスペンションの組み立てをやっていこうと思います。
リアサスペンションやったらその次にエンジンを積んでっていう形になるんで、順番にやっていきますので、また続きが見たいと思っていただけるかと思いますね。下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。